こんばんは。今日はちょっと前髪をね、人生で初めてちょっと上げてみようかなと思いまして、ちゃんとね見せたんだよ、ママたちにも。見せたら、ああ別に似合ってないことはないんじゃないって言われた。でもみんなからの保証があるので、ちょっとね、まあ、似合ってなくても、まあ、みんなのせいってこと。なんかさ、やり方よくわかんないんだけどさ、こうすればいいってこと？え、これどうやってあげればいいのかわかんない。リナピン一つしか持ってきてないよ。でもいいのかな、明らかにここハゲてない？大丈夫？こういうもんなのか分かんない。ポコチャじゃないですね、ポチャッコですね。ポチャッコの髪留めか。髪留めはちょっと置いてきちゃいましたね。普通にピンです。縛ってあげる。その縛るゴムも持ってきてない。リナの今日の持ち物これだけです。え、 M 字になってる。え、こういうもんじゃないの？え、なんかさ、一旦調べたのよ。調べたらなんかここをちょっと残して、ちょっとこうやって外巻きに巻くみたいなのが出てきたのよ。 M 字何が正解かわからない。え、じゃあ全部やっちゃうってこと？そしたらもうなんか顔やばくない？え、どういうこと？あ、これが M 字ってこと？あ、今これが M 字ってことね。そういうことね、うん、そうですね。人生初です、私普通に分ける。普通に分ける、センター分け的な。え、なんかさ、分かんない。え、何が合ってるの？リナ分かんない。真ん中分け。え、誰、田村健二さん、誰ですか？分かんない。こういう事項じゃないの？センター分けとかさ、巻かないと無理じゃね？巻かないとめっちゃキモいよそれ。ほら、こんな気持ち悪くなるよ。センター分けはちょっとこてないと無理ですね。真ん中の紙を端に持っていく。え、これそれ絶対さ、こういうことでしょ。こんなのさ、ちゃんとこうやって巻かないとさ、めっちゃキモくなるよ。え、何？なんだ、わかんない。どうやってやるの？やったことないのよ、リーナ。人生で一回もデコ出しなんてやったことないんですよ。え、こうじゃないの？なんか普通の人は多分ここでなんかくるりんぱして、こうやってバーンってやるんだと思うんだけど、こうではないの。ずっとこれだと思って生きてきたんだけどさ。違うのかな。一旦それにしとく。で、なんか違うらしいんだよね。一旦なんかねじらない方がいいか。ねじれちゃう。ここがなんかハゲるよね。ここハゲないように。でもなんかあれみたい、あの武士みたいになってる。ねじってちゃダメ？ねじっちゃダメなの？そうなの？前に垂らして M 字になるから後ろに持ち上げないと。だよね。そうだよ。横？横か。ダメじゃん。どうやってやんの？え？わかんない。いますか？女性の方。男の人にさ、女の子の前髪の上げ方聞いても多分分かんないっしょ、みんな。
わかります？女の子いないかな。カエルはどこ行った。鳥も持っとく。鳥も持っとこ。オンリーワン遅刻ごめんなさい。ちょっとめちゃくちゃパニックってまして、ああれ、あ、そうそうそう、これも貼る、これもなんか持ってくるの忘れたし、リングライトを持ってくるの忘れたし、携帯の充電があと 19% しかないのに充電器持ってくるの忘れたし、あとこのピンも忘れました。私は今日忘れ物が多かったです。こんばんは、リナ組。りーちゃん28番ちゃんで忙しい。忙しくしてんのは自分ですよ。こんばんは。野球ナウテレビで見てんですか。結婚者かける1逮捕。珍しい逮捕ですね。まあレアレアだと思って。今日も愛してるよ。こんばんは。重いですね。こんばんは。いつもと雰囲気違うけど、星違うか星ない。前髪違うか前髪ないみたいな感じ。ソフトクリームコーンありがとうございます。前髪上げた方が可愛い。本当？自己紹介してこの状態で。え、どうしよう。ちょっとあとにしてください。ちょっとこんなさ、変な前髪で自己紹介なんてしたらね、完全にね、変な人だと思われる。リーナコーンありがとうございます。デコだし可愛いです。ありがとうございます。可愛いです。ありがとう。縛ってあげないんですよね。おでこらしりーちゃん可愛い。ありがとう。可愛いけどなんかおもろい。やだ。なんかおもろいって。 M 字にしとく。普通に分けたらすごいね、無理なのよ。僕の可愛いな。こんばんは。その可愛いおでこをペチペチした、やめてください。痛いんで。こんばんは。かき氷ありがとうございます。真ん中分け、え、なんでみんな真ん中分けさせたがるの。真ん中分けなんかしたらリーナやばいよ。カッパみたいになっちゃう。え、どうしよう。え、どうしよう。どうしよう。結婚してかける10阻止です。前髪阻止。前髪決まらん。その手に持った髪を後にやって止めるという。え、そうだよね。普通そうだよね。え、こういうことでしょ。リーナもともとそうやって言ってたんだけど、なんかみんなになんか違うみたい。え、何が違うんですか。何が違うかわからん。センター分けでもいいかと。え、絶対良くないよ。センター分けは多分リーナ一番似合いません。ここのね、ハゲをどうにかしたい。でまあこうやって過ごす。なんもないわ。こうやって過ごそうかな。今日一日よろしくお願いします。
流しちゃえば、流すのはね変なんですよ。かぐや姫みたいだって。かぐや姫って何、褒め言葉ですか。いい方のかぐや姫ですか悪い方のかぐや姫ですか。いいのこれ、大丈夫そう大丈夫。やっぱ私向いてないですね、おでこ出しは。巻いてくればよかった。録画します。あ、ちゃんと言ったね。え、こんな前髪で大丈夫あ、阻止の時にちょっとこうやって隠すか。 OK、 結婚してかける10。カッパ阻止、カッパみたいになるのを阻止します。正解がわからない、本当にわかんないです。ちいかわみたい。ちいかわは褒め言葉ですか。リーナちゃん推しです、ありがとうございます。君でもターンではないでしょう。ちょっと一時期ターン推し宣言したのをさ、なんか見た気がするんだけどさ、リーナこの前12期ちゃんの配信にいるの見かけちゃったんだよね。同じ名前の同一人物じゃない人かもしれないけど、それで合ってる、合ってる、本当。初めてなのよ、リーナ。世界じゃないな、人生で、今まで生きてきた14年間の人生で初めておでこを上げるっていう行為をしたんですよ私。で本当に間違ってんのか合ってんのか分からん。諦めて先輩に教えてもらう先輩なのね。でも短い前髪からさ上に上げる先輩あんまいなくない。そういうパターンもある。あ、こういうパターンもあるよね、わかる。近くにゴムないの、ないんですよ。朝配信だと車の運転していてコメントできないので夜配信楽しい。星があるけど多分そういうことだよね。ありがとうございます。お侍さんですか、だって。え、これ侍、今日侍配信ですか。侍配信大丈夫。結構やばくない、大丈夫そう。私は女の子です。え、嘘でしょ、あんた女の子じゃないでしょ。ママに見せた時はどんな感じだったの。これでママに見せました、リーナは。でも何も言われなかったよ、リーナ。え、何も言われなかった。これで出したけど特に何も言われませんでした。私は何だっけこれ、流れ星、ありがとうございます。色やばやば、そうやばい。毎日りちゃん今日は遅め、そう今日は遅めです。19% は最後まで持つ、いや充電してるので大丈夫ですよ。センター脇は美男美女しかできんな。ディスってます、リーナのこと。リーナのことディスってます、ディスってますよね。ギリギリ攻めすぎこれえ、何がギリギリ。リー君俺のことも忘れてダメよ。あ、大丈夫ですよ、会いに来てくれれば忘れないので。タコありがとうございます。今日も可愛いよ、ありがとう。オンリーワン結婚してるけ1逮捕です
テレビじゃなくて現地、え、現地でコメントしちゃってんの大丈夫、いつ始まる、もう始まってる、リナが逮捕します、逮捕はしないかな、コーン、コーンありがとうございます、コーン、コーン、かき氷、かき氷ありがとうございます。新鮮なわけ、似合わないよ、似合わないよ、あれはあれはもうね、やばいよ本当にあれはやばい、結婚したときは1逮捕です。猫出しはぜひ今後もレパートリーに加えてください、いや無理です、もう今後一切多分リナは猫出ししません多分今後一切私はしません。まだ12期生と話してないの、それは会ったことないので話したことないです、ちょっとまだ入ってないですもん、まだねオーディションの段階なので。 MG はアニメが原因、ジャリーナ一瞬、え待って、アニメ、ジャリーナ MG にすればもしかしたらヒーローアカデミア行けてました、え、いいのも UA 高校入りたいですね、長い迷子になってる、なってる、瞑想中です。いやカッパの髪型とか見たことない、カッパ絶対センター分けはカッパですよ本当に。スクショタイムお願いします、スクショタイムはちょっと最後にしますね、いつも通り、カッパおせんな、カッパのリーナでも押してくださいよ、いいじゃん、いい、え大丈夫そう、顔隠して配信しようかな今日、かわちいね、ありがとう、センター分けそうし、本当にセンター分けはそしります、なんで映してはいけない風になってんのいや映しちゃダメ、これは放送事故です、今日のリーナは放送事故です、結婚したかける1逮捕です、リーナのこの前髪は逮捕です、卵型額、本当丸い丸いのかな、あでも こっちの角度の方が良くないここのハゲが、ハゲでもないか、ここがなんか見えにくいからさ、この角度で配信した方がいいのかな、ここだったらまあ良くない、こんな角度で配信する人いないよね、前髪の調整だけで配信終わりそう、前髪の、まあでももう一応大丈夫です、終わりました、なぜ隠す、嫌なんで、ちょっともうね後悔してます、悪い方のかぐや姫って何さいやなんかかぐや姫、何悪口のかぐや姫なのかな、褒めてるかぐや姫なのかがわからん、センター分けでいけると思う、いけません、かわいいやん、ありがとう、時代劇の侍みたいになってて、やっぱりそうだよね、リーナ侍じゃん、まあ、いや今日はもうなんか杉本リーナの配信じゃなくて侍の配信として見てください、お願いします、ハズレ猫、ハズレありがとう、バッチリ可愛いっす、ありがとう、みんなあれでしょ、みんなねフィルターかかってるんだよ、みんなはなんかもう杉本里奈っていう額じゃないフィルターが入ってるから可愛く見えるだけで、
全然リーナのフィルターかかってない人から見たらね、カッパなんだよリーナ今日、侍とカッパなんですよ。隅っこ暮らしになろっかな。いい方、え、いい方のかぐや姫だった悪い方のかぐや姫かと思った。ちょっと待ってあのさ、ステージ上のさ2位と4位と6位がさ、なんか同じアバターでなんか面白いみんな同じ方向に愛届けてる、面白いね。え、デコ、デコだよ。え、やっと女の子来たじゃん、教えてよ。何どうやって前髪いいか、リーナ前髪をどうやって上げればいいか分かんない、リーナとりあえず上にポンってやってみたけどさ、人生初なんですよ、教えてください正解を。でもセンター分けはリーナカッパになるんで、ちょっと控えた方がいいと思います。あ、ちなみにこのピンしかリーナは今日持ってきてないです。お、ハーフアイスクリーム、ハーフはまさに炎と氷のハーフですね、私の推しです、ありがとうございます。やった、おでこ出しで倒壊すればいいんじゃない。嫌ですよ、もう幻の配信です今日は、もう嫌です。無理、構え、構えよかった、本当本当に構えよかった。みんなが構えいいと思ってるならありかなとは思う、東海とかでやっても。でもさ絶対さ一人はさ、何この侍とカッパって思うんだよ。え、この連で合ってるかなみたいな絶対思うよ。え、この侍&カッパみたいな人の連で合ってるのかなって絶対みんな思う。絶対ダメです、幻、幻。今から飲むよ、お祭り。あ、いいな、いいな、お祭り、リーナも行きたい。大丈夫、少なくとも我々は可愛いと思ってる、我々だけでしょ可愛いと思ってるのは。おでこ綺麗、本当？おでこ綺麗ですか私。自分が思ってる以上に似合ってると思う。リーナは今マイナス100ぐらいだと思ってるので、マイナス99ぐらいは似合ってるマイナスだからもう似合わないじゃん。十二期ちゃん一度見てません、ごめんなさい、それでいいですよ。お初なの？お初です。デコピンやりがいのある面積、やだそれが嫌なの。リーナ前髪ちょっとさ、前髪じゃない、おでこが広いのが嫌なんですよでもちょっとこの前みんながなんかおでこらしい、ちょっと今度やってよみたいな感じだったから、うん、口だけは嫌だなって思ってやったんです。でもね、やだ、やっぱ嫌です。ボールありがとう。おでこ上げが初めてた、それはすごい、すごいか。私はいつもおでこを身にまとって、おでこじゃないおでこに身にまとってますね、もともと私はいつも前髪を身にまとって生きてきたんですよ、前髪に隠れながら生きてきたんです。その前髪が今なくなってもうすごく不安ですね私は寒いな、寒くなってきました。ボールありがとう。どこペチペチしてやめてください、触らせません。侍もきっと褒め言葉絶対違う、侍は絶対違います。かき氷どうぞ、ありがとう、いただきます、寒いですけど今日はずっとそのスタイルで配信するの。握手会でデコに触れるのはダメですか？ダメです、てかしません、多分握手会で私おデコでしません、配信でも多分もう今後ないと思ってください。
お腹隠してるけど肉とかって書いてあるじゃないですか。ねえ、わかる？ないですよ。ない、肉なんて書いてないです。星にはなっとらんから大丈夫。星はわからないですね。確かに星にはなってないね。私まだ人間です。録画するときは行ってって言ったやん。ちゃんと約束守ります。だから、あ、ちゃんと約したなって思ったよ。別にリーナ忘れてないですよ。前髪どこ行った？前髪はリーナから離れていきました。前髪はもう前髪に嫌われたリーナ。前髪はもうリーナのそばから離れていきました。なんか 前に来てる。フォローありがとうございます。こんな私ですがいやいや、どうも。今日も可愛いね、ありがとう。今日はこんなんですがオンリーワン。泣いちゃうぞ、エリーナが。泣くよ。兄ちゃんよく見たら可愛いだって。失礼、失礼すぎる。それはさすがに失礼ですよ。え、可愛くないと思いながらトーク券買ってくれてたんですか。失礼ポイントマシマシで握手会も来てくださいね。ハズレ猫ありがとうございます。外れてますが、何で猫隠してるの。ちょっとさ、本当にもう前髪吹っ飛んでたんですよ私今日。まあレアリーナなんで、かわいい、ありがとう。ハートありがとう。おでこを蚊に刺されたか。おでこが蚊に刺されてないです。流れ星ありがとう。弟に猿に似てると言われたそうですが、猿はめっちゃおでこ狭いから星になってる。そうなの。じゃあ似てないじゃん。じゃあリーナゴリラかな。いいね、本当。ハート100受け取って。受け取った、ありがとうございます。隠すと逆に恥ずかしい。そう、隠したらちょっと安心感が。12期生の候補ちゃんの箸休め的な形できた。本当？推しなのにいいんですか、箸休めで。ハートありがとう。ショートコーンありがとうございます。私のね、推しの轟翔太くんをモデルにしたソフトクリームですよね。ありがとうございます。この間りーちゃん夢に出てきた。本当？やった。どんな夢ですか。変な夢じゃないよねりーなが追いかけてくるみたいな、そんなんじゃないよね。カフェラテ冷凍庫に入れっぱなしで仕事に出かけた。凍るじゃん凍っちゃうじゃん。もう隠すと逆に暗いイメージ。あ、逆にこうやってやるとダメ。デコ出しすごくいいのに私にとってはちょっとね、全く良くないんですよね。候補生ちゃんのルームを見ましたよ。見てます、定期的に。フレーズンラテになっとった。フレーズンラテになることあんの。めっちゃなんかリナが髪をブンブン振ったせいでさ、完全に前髪に嫌われてるな、リーナは。M 字見てたらマック食べたくなった。どういうこと？ヒロアカは無理ですって。ひどいな。なんで？ヒロアカは無理。
なんでそんなヒロアカ無理なんですか。え、ヒロアカめっちゃいいよ本当に。もうリーナヒロアカと結婚するんで将来。なんで皆さんちょっと結婚は阻止ですが許してください。ちなみにね、妹から34巻をね貸してもらったんですよ。なんと持ってて、でもねすぐ読み終わっちゃったんですよ私。35巻から早く買わないともうリーナやっていけない。もう本当にリーナ、あの生活にヒロアカがないと多分やっていけません私。それほどハマってるんですよ。なので皆さん見てください。本当にいいですよ。トーク会とかでもぜひヒロアカトークをしたいです私は。ゼストの特待生の子の知り合いではないの。うん、同じ特待生ではあるんだけど入れ替わりだったからリーナと。だから全然私は会ったこともないですね。名前は知ってるって感じです。カッパの真ん中の髪がない状態。めっちゃ可愛いと感じる自分が特殊なのかな。特殊ですよ、フィルターかかってます。昔のアイドルちゃんにそんな髪型いた。昔のね、自己紹介して。はい、 SK48 中期研究生のりーちゃんこと杉本りーなです。14歳の9月20日生まれの大型乙女座ネズミ年です。サイリムカラーは赤ピンクシュラルの3色です。で質疑があった時はこの3色を振って応援してくださると嬉しいです。フォロー、コメント、そしてトーク会、握手会、ツーショット会などに来るなどして応援してくださると嬉しいです。9月に私は誕生日があるので誕生日のお祝いも含めて特に握手会にたくさん来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。そうそう待って、今日の配信の目的を忘れてた。決めたいんだリーナは。どうしようか迷ってるんですよ。ちなみに浴衣は名古屋で着ようと思ってます。持ってくのがちょっと難しいし、ちょっと日程的にね、え待って、あ大丈夫か、そうですね17とか、9月17とかそこら辺がいいかなと思ってます。どうしようね、なんかセーラー服だとこの前髪、前髪じゃない、前髪はちょっと指定なしでこの髪がいいとか、浴衣だとこの髪がいい、新メイド服だとこの髪がいい、チャイナ服だとこれがいい、アメリカンポリスだとこれがいい、生誕ティーだとこれがいいとかありますか。星の星リーチャーですか。星はちょっと分かんないんですけど、多分次の星は杉本ですよね。杉本リーナですよ。もっと自信を持て。持てません。外で帰りますわ。帰宅早いですね。どんな髪型のリーちゃんも大好きです。ありがとうございます。かわいい、ありがとう。斜めリーナ、そう角度詐欺、なんかその髪型してると個性使えそう。関係ある、髪型関係ありますか。昨日声出していこうぜ、声は生きた、行った、え本当めちゃ運いいじゃん。なかなか当たんないですよね。見慣れてきたら違和感ない。私には違和感しかないですけどね。ちょっとポテト食べますね。しっかり今日は私はご飯も食べたいなと思いました。夜ご飯は食べたんだよ一応。いやちょっとね時間なくて余っちゃったので、なんかもう本当のポテトです。これは余ったので作りました。
めっちゃ美味しいんだよね、これめっちゃ自信作です。作るの結構大変だったけど、ショートコーンありがとうございます。こんばんは、今から花火見に行ってくる。いいな、今年まだ一回も花火見てないんですよ。あ、その髪型はバジケイスケくんと一緒です。あ、確かに私の、あ、でも待って、この髪型さ、ちふゆがやってなかった？多分さ、お風呂でちふゆがやってた気がする。ちょっとこの髪型もいいかもしれないね。浴衣の時におでこ出せばいいじゃん。おでこはちょっとおでこはちょっと無理かもしれない。これありがとうございます。かき氷、リーナの家の小林、うちの部屋に移動してきた。逆じゃないですか、いつもそっちからこっちに移動してきてるんじゃない。コーンありがとうございます。みーちゃんなんだよ、色気出して。色気は出してないけど、おでこは出してます。そんなもの私にはないです。みーちゃん、うちは届いた。おお、存分に仰ぎまくってください。仰ぐっていう言うよね、きっと。コーンとかき氷ありがとうございます。アイスクリームありがとうございます。その角度で最後まで配信すると首と目が疲れる。あ、大丈夫ですよ。つゆちゃんはもういなくなったみたい。あー、つゆちゃん、え、カエルいなくなった、ほんとじゃん。カエル何やってんだ。戦闘機はシャーシャン、シャーシャン誰ですか。シャーシャン、サーさんみたいな。シャーシャン誰ですか。10月の幕張のツーショットでデコ出し、ちょっとデコ出しは NG で、私デコ出し NG です。とどろきくんも氷と炎のセンター分けだから、りーちゃんもセンター分けにすればお揃い。違うよ、とどろきくんはちゃんとあるんですよ、前髪がここに。個性がセンターなわけ、センター分けなわけ。でもりーなは個性が好きなわけじゃないの、とどろきくんが好きなのよ。なんでちょっとね、私はおでこはないと多分生きれない人間です。侍ってどういうことよ、わかんない。侍なんですよ私。新規の人にはいつもの髪型の方がいい。そう、絶対そう。え、これすごくない？なんかね、ああ柔らかすぎて、ああ取れちゃった。なんかね、これはね伸ばせるんですよね、こうやってビーって。だけどちょっと柔らかすぎて無理でした。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。ポテトいいね、最高。サムライヘアが見れるリーナレーンとして有名になるかも変な意味で有名になっちゃうじゃんそれ。レーザーが出るあの個性が、兄ちゃんはおでこからレーザーの個性かあれってどう使うのかよくわかんないんだよね。
ハートありがとう。もうお腹鳴っちゃった。いつもと違っていい。逆に。約束守るだこめちゃくちゃ愛しい。愛しいというか、人として約束は守るべきじゃない。約束守るために本当は嫌だけどやってくれたんですね。でも可愛いです。ありがとうございます。髪型決めるって言ってデコ出ししてるのはデコ出しどうでしょうって相談じゃないの。違います。普通に約束を守るタイミングと決めようって思うタイミングが一緒だっただけです。デコ出しは考えてないです。さやさんも最初はおでこ広いからと言って嫌がってたけど今では当たり前。さやさんはさ似合うからいいじゃん。やっほー。前髪との付き合い方をラブリンさんに相談する。え、ラブリンさん前髪との付き合い方知ってるの？ではナリーナちゃん見れたから今日はラッキーで。そうですよ皆さん、ラッキーだと思ってください。ハートありがとうございます。綺麗なおでこやん、ありがとう。コーンかき氷ありがとうございます。かき氷ありがとうございます。お父さんとお母さんの了承を得ての得たのだから自信持って。お母さんの了承しか言ってませんけど。今日夜ご飯何食べたらいい？食べてないの？アメリカンなものがいいな。ハンバーガーとかポテト、ハンバーグとかですかね。まあトリママックに行ってください。普通に失礼なコメントしていく人本当に何なの。ちゃんと思いやり持ってコメントしてほしい。ツンデレなんですよ。だいたいさ、この人こういう人なんだなっていうのを私把握してるので、この人はこういう人だからいつものことだよって思ってます。私は夏休みの自由研究で前髪とファンの反応について調べてみよう。私はそうですね、自由研究ないです。あれおでこ出しのりーちゃんも可愛いぞ、ありがとう。地震きた。え、揺れてないよりーな。本当入れとこっかな、自分手動で。めっちゃ自信すごいですね今日。明日明後日休みなので疲労感まくります。いいな。なんかね、お母さんがさ見てたやつ解約しちゃったのよ。最悪じゃない。だからまあまたすぐ入れ直すんですけどね。あ、でも今はちょっと6期も終わったばっかなんで、7期始まった頃にまたね登録してもらおうかなと。ヒロアカ後半からだいぶ重めになってる。そう、重いとはあんま思わないけど、ヒロアカはいいですよ。え、本当にいい。え、本当に本当にいいです。なんかもう寝て、もし夢の中にヒロアカ出てきたらもうリナもう一生寝ます。ずっと寝る。いいよね本当に。ヒロアカはいいですよ皆さん。今最新巻何巻38とかだった気がする。10月から通り部天竺の編始まるからヒロアカもそこまでかな。え、でもさヒロアカはまた4月からだからそこまでじゃない。全然つきません。これ何かカチャカチャ音が聞こえるのは食料ですか？あ、食料ですね。ヒロアカ読むと嫉妬心が湧いてきそう。なんで？え、ちょっとさ、みんななんで？何？みんなヒロアカ体制ついてないですか？
通り部の話した時みんな別にさ普通なのにさ、ヒロアカの話するとなんかみんな嫉妬心湧くの、なんで？いいじゃないですか、ヒロアカ。なんで？アニメは守備範囲外だ、ごめんね。何？守備って守るんですか？お団子希望、あ、普通の希望ね。りーちゃん、すこんばんは。すはちょっと5時かな。こんばんは。17生誕って言った本当？あ、なんか言ってた気がする。え、そっか。え、どれがいいですか。え、生誕って言うがいいかな、やっぱり。え、じゃあ浴衣で写真がいいって言ってるもん。え、浴衣で写真がいいんだったらさ、こっちの写真を10月21日を生誕ティーにする。え、でももう生誕過ぎてる、めちゃくちゃ過ぎてるけど、でも別に変ではないか。浴衣の上に生誕ティーえ、どうしよう、ちょっとそれは考えます。時間がやばいな。浴衣におでこ出しがよく似合いません。5月の幕張で隣のレーンから何となく眺めてたら手を振ってくれたりーちゃんに釣られちゃったそれはたくさん来なきゃですよね。この前のやつよりもあのパワーアップしたりーなが見れるので、それはもうたくさん来なきゃダメですよ。そのポテトはガチでます、本当に美味しい。りーちゃんのご飯食べてみたいいつかね、旦那さんになったら食べれます、頑張ってくださいでもリーナの旦那さんになるためにはあれですよ、料理作れるようになってくださいあとまあ頭はいい人がいいです。あとね、そうだな、ヒロアカ好きな人がいいですヒロアカに嫉妬しないヒロアカもう一緒に楽しめる人がいいですね。あと、そうだな、浮気しない人ですね。中日ちゃんの配信とか行ってこの子いいなって浮気しない人がいいですねひらあかと結婚阻止しないでください。します。そんな細かいシーン覚えてない。え、ちふゆのこともちゃんと知ってくださいよ。ポニーテールやりますよ、きっと。コーン、ありがとう。10月に東京行く用事ができたから幕張も申し込んでしまった。しまったじゃないんです、それでいいんですよ。神様が導き出してくれたんです。レコ出しで見つめ合いしたかった。見つめ合いはどっちにしろできないですよ。誰だ、トドロキ。トドロキ知らないのトドロキ知らないで嫉妬してたの誰かは知っとけ。なんでおでこ出してるの。約束しましたから、半分やろう。そう、半分やろうが推しですね、私の。侍なんですよ私っていう中学生、インパクトが強すぎる侍なんですよ。ハートありがとう、100個受け取りました、ありがとうございます。チャイナドレスに似合う髪型って調べたらおでこじゃないもうおでこに取り憑かれてるやん。2つお団子部屋が出てきた。あー、2つか、下で2つにしてみる、それもいいかもしれないね。ミキさんも公演はデコ出ししてたから流行るのでは。流行るわけではないと思いますよ、多分イメチェンだと思います。薄いウイスか、ウイス、ショートコーン、ありがとうございます。リータもツンデレでツン強め、別に強くないですよ。兄ちゃんが揺れてどうする揺れたの関東、あ、関東だった。なんかリーナも一緒に揺れた方がいいかなって思って、見ないと東海でヒロアカについて話さない。本当にヒロアカは本当にいいです。てかもはや前髪なしのリーちゃんが標準に思えてきた。大丈夫、次の日から元に戻ってるんで。ヒロアカと鬼滅と呪術廻戦とワンピース、どれが一番。ヒロアカです。トドロキくん好きだったけど今は嫉妬でいっぱい。なんで、なんで、え、みんなヒロアカとト
轟くん嫌いですか？え、なんで？轟、え、なんで？いいじゃないか、めちゃくちゃ技かっこいいですよ。え、しかもリーナと同い年ぐらい。え、これめっちゃポイント高いよ。やっぱりリーナはそうですね、同い年のアニメはよく見ちゃいますね。共感できるからいろいろ。まあでもヒロアカはちょっと高校って言ってもね、全く違う高校なんでそこはあんま共感しないんですけど。ちょっと待って、髪がやばいけどちょっと見ないでください。え、時間がやばい、どうしよう。とりあえずちょっとね、コメントいろいろあれ、ちょっと今ちょっとコメント画面録画しますね。ちょっとリクエストタイム取りたいので、また見ときますね、みんなの参考を、みんなのこの日はこれがいいみたいなやつを。飛んでった、コメント飛んでた、やだ、待ってよ、どこ行っちゃった、めっちゃ、あ、お、オッケー、とりあえずみんなのコメントはまた後から見ますね。デコ出しどうですかポーズかな、星になってる、めっちゃなんか変な感じになってる。え、ふん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 、レアなんで皆さん、ちょっとこれ嫌だな、余分ですよね、いらないけど、ふん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 、とどきくんってチュータめっちゃ被るとかある、そうだから好きなのかもしれん。あ、もうもううざい、これやだ、あっかんべーポーズ、それはちょっとしません。それはちょっと嫌です、 NG です、あっかんべー NG です、私、あーもうやだ。ウィンク、え、めっちゃ頑張るね、めっちゃ気になる、やばい、うん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 、ちょっと頑張るわ、うん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 、オッケー、きっとできた、デコ出しは少しオッケー、まあレアなんで、もしかしたら今日で最後かもしれないし、見れるのがスマイルポーズ、うん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 、オッケー、え、なんか少しタイムあったかな他に、とどきくん友達が画像送ってきてくれたけどイケメンだった。別に顔で選んでるわけじゃないですよ、でもさ正直さアニメキャラなんてねみんな顔整ってますよ、多分リーナとかもね、あの二次元行ったらすごい顔を整ってると思いますよ、そういうもんなんですよ。ウィンク録画しました、事後報告、やだ、録画はちょっとやめてよ、エンデバーがお父さんでもいいのかな、え、でもさエンデバーちょっとさ最近いい人になってきてるからさ別にいいと思いますよ、フォローありがとうございます、どうしよう、ちょっとレアなんで私が勝手に決めときますね、うんうんうん、どうしよう、うん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 、おう、あ、大丈夫だった、どうしようかな、バイ、そうですね、配信終わります、今日はありがとうございました。今日は侍配信でしたが熱いポーズ、OK、 手のひら合わせて、あ、時間がやばい、ということでありがとうございました、じゃあまた今度会いましょう、ヒロアカは嫉妬しないで見てください。じゃあありがとう、あ、やばい、終われない、じゃあバイバイ。